平成22年のこの6月、観光が国の成長戦略の重要な柱に選定されました。目指すべきところは、観光で日本を元気にする。世界の中の日本のもう一度活力を再生する。ここにあります。3つ大きなテーマがあります。一つは訪日外国人、日本に来る外国人を2020年までに2500万、将来3000万にするという考えです。二つ目が、お客さんを呼ぶためには、素晴らしい観光の商品を作る必要があります。そういう新しい魅力ある観光のブランドコンテンツを作っていく。そしてそのための規制緩和、人材育成を進めるということであります。そして三つ目が、やはり将来ヨーロッパのようにみんなが有給休暇 100% を取り休暇を楽しむそのような国を目指すという中でこの休暇取得の分散化ということを進めています。中国については非常に今中国から海外に来る観光客の方も増えてますし、これからの経済成長を考えた上で例えば、昨年7月には個人ビザの緩和を行いましたし、銀聯カードと提携をしたり、中国語のテレビ放送についてホテル旅館の協力を求めたり、国を挙げて、特に中国との交流ということについては強化をしていくというふうに考えています。みんなが自分の住んでいるところに誇りを持って明るく楽しく前向きに、そしていつも笑顔な、そんな国にできればと、観光はその有力な手段であるというふうに考えております。